生姜葛根湯は風邪や皮膚炎の初期症状に効果を発揮する漢方薬です。頭痛、発熱、悪寒を伴う感冒の初期や麻疹などの発疹性疾患に適しています。この漢方薬は16世紀の中国で編纂された万妙海春、三由来子、5種類の生薬で構成されています。主な効能は感冒初期の症状緩和と皮膚炎の改善です。生姜葛根湯は体力や体質に関わらず使用できるのが特徴で、上気道や咽頭、皮膚の急性疾患にも応用されます。他の感冒薬との使い分けも重要で、症状や体力に応じて酵素酸や葛根湯、桂枝湯、麻黄湯などが選択されます。臨床報告では麻疹や感冒に対する効果が示されています。漢方薬は体質にあって初めて効果を発揮します。自分の症状にどんな漢方薬が合っているか漢方の専門家にご相談ください。